エイプリルハンターは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。1999年に、雑誌、プレイボーイのモデルとして活動した後、WCW 2天王のマネージャーとして、プロレス界入り。その後、プロレスラーを目指しボストンのキラー・コワルスキー道場に入門。この道場からはチャイナを排出しており、第二のチャイナと注目された。 2000年、トヨタ自動車、ファンカー後の CM 撮影のために初、来日、日本で雑誌で、ヌード撮影もしていた。CM 撮影には当時アルシオン所属レスラーだった、バイオニック J も参加していた。2001年よりレスラーとして、ローなど、インディー団体を転戦。2002年8月28日、旗揚げされたばかりの NWA ティネに登場。 同年11月のネオ女子プロレスに来日。同団体が独自に昇聘した初の外国人は10日の、後楽園、ホール大会で、ホリプロ女子プロレス軍団が結成した赤ネオの秘密兵器のギミックで登場し、下田美馬と対戦した。2003年、エイタス旗揚げ戦出場のため再来日。今度は、下田とタッグを組み、レオナ吉田マリコ組と対戦。 レオナからホールを奪う。映画、ああ、一見やプロレスにも出演している。2005年4月、親友である、坂井住江の呼びかけに応えサブユー支援工業に、来日。直前のゼロイチマックスにも参戦した。2009年12月31日のティネインパクトに登場。ローレライと組、当時ノックアウトタッグ王者だったサリータテーテイラー・ワイルド組と対戦も敗れる。 ありがとうございます。